今日紹介するゴジラはこちらです。指人形のですね、ゴジラを紹介したいと思います。はい。東宝映画書いてますね。ただ、どんなゴジラか、ちょっとこれじゃあなかなか判断もできなさそうなシルエットにもなってますが、これは何のゴジラだろう。ゴジラの、中ぐらいの時のゴジラかな。多分ですけど、84年に出てたゴジラじゃないかなと思います。ちょっとは難しいな、これ。はい。こういうのがまず一体持ってました。はい、次はですね、このゴジラです。これは耳があるの、大きいので、逆ゴジじゃないかな。おそらく初代ゴジラではないと思うんですけど、色味がこう緑っぽいんですよね。なのでこのよいしょ、アンギラスと戦った時のゴジラじゃないかなと思います。はい、まあアンギラスも紹介しちゃったので、はい、アンギラスはこんな感じですね。可愛らしいフォルムをしてました。はい、次はこの人です。これはもう間違いなくキングコングのゴジラでしょう。近くで見るとこんな感じで、まあ特徴的にこう太いというかですね、大きな体のゴジラですね。これも全体的にちょっと緑っぽい色味ですね。こんな感じのゴジラも持ってました。はい、続いてはこのゴジラですが、どうでしょう皆さん。全然僕は区別がつかないな。まあ全身真っ黒なんですけど、まあ平成ゴジラなのかな、きっと。まあビオランテぐらいなんでしょうかね。それかキングギドラっぽいでしょうか。こんなゴジラと、最後にもう一体ゴジラがあって、はい。こちらは、これはキングギドラじゃないかな。瞳が、ちょっと特徴的なのと、あと、こうしてるような口がですね、開いてますね。これも、まあ、黒ですね。ブラックで全体が、よいしょ、塗装されておりました。まだまだいますので紹介しましょう。はい、モスラでーす。はい。これ何のシリーズかちょっと思い出せないんですけど、このモスラだけこう稼働するんですよね。こんなモスラも一体持ってました。はい、次はですね、この子ですね。ラドンでーす。はい。可愛らしいラドンのよいしょ、フォルムと、はい。まあ、グラデーションがかかった、こういうちょっと銀のサフも深さっていて、かわいいですね。はい、次は、この人です。ヘドラです。はい、ぐるっと回すとこんな感じで、ちょっと、色味がですね、面白いですね。緑と、あとは茶色のような、こういう感じのソフビ。になって指人形になってますね。この指人形自体、まあシリーズで全部持ってる、揃ってるのかどうかもわかんないんですけど、あるやつはどんどん紹介していきます。はい、次はこの人です。ガイガンですね。かっこいいです。はい、ぐるっと回すとこんな感じで、地球攻撃命令のキングギドラと一緒に登場した怪獣ですね。人気の怪獣で、まあ平成に入っても、平成に入ってもかな。キャラクターとしてまた登場したり、恵まれている
怪獣になりますね。そしてこの人です。メガロです。ガイガンと一緒に登場した怪獣でもありますが、この指人形はもう濃い茶色ですね、とシルバーと、ゴールドで塗装されてます。これもなかなかキャラクターとして素敵ですよね。何か昆虫のような、フォルムがたまらなくかっこいいです。はい、残り3体ぐらいなんですけど、はい、メカゴジラです。メカゴジラはもうゴジラの、まあライバルになるのかな、こういうフォルムで、まあシンプルですね、この人は。で、色分けは単純にこう赤のみで、なんともう一体持ってるんですけど、ドン。はい。全く同じで、ここに2って書いてますね。これでおそらくメカゴジラ2を表現してると思います。で、昔買ってたので、ちっちゃい頃僕多分これ、改造して、こう、つけれるようにしてたんですね。今思えば、なんかもったいない気もしますけど、メカゴジラとメカゴジラ2も持っておりました。はい、最後の一体になってちゃいましたが、最後はこの人ですね。はい、メカキングギドラです。どうでしょう、何のシリーズなんだろうこれは一体。食玩だったのかな。ただこの色分けが全くされてなく、目だけ塗装されてますね。なのでこれの他に、よいしょ、他に怪獣持ってなかったので、まあラインナップとしてはメカキングギドラが最後の、キャラクターのシリーズだったかもしれないですね。はい、今日紹介したのはゴジラの指人形のソフビを紹介しました。どんなラインナップかと言われるとこんな感じになっていて、箱とか説明書とかも全くちょっと残ってなかったので、全部揃ってるのかちょっと分かんなかったんですけれども、持ってるやつは全部紹介してみました。なかなかこう色分けされているちっちゃいゴジラも可愛くて、詳細が分かったらまた載っけたいなとは思うんですけど、皆さんもご存知でしたらコメントしていただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばねー。